と、こう突っ込まれて、タツはぐっと詰まってしまった。それを見ると、サンジは脅し半分に腕を伸ばして、タツの肩口を掴んだのだが、掴まれたタツよりも、かえって掴んだサンジの方がびっくりした。トンボのタツの肩は、板のように固く、コブのようにタコができていたのである。おう、タツ。サンジの調子がガラリと変わったのはこの時だった。お前なんだな、カゴを担ぐな。タツは両手をついて黙っていた。辻か。やさ、辻カゴかよ。タツは返事をしない。サンジは畳みかけた。相棒は誰だ。出場はどこだ。タツは無言だった。サンジはカッとして、この野郎、職人申し上げねえか、と怒鳴ろうとしたが。